くびれ、あのくびれさ、はい、あのゴロッピア応援アーティストにくびれとマリリンマリコ新しいホームページに載ってみる。マリリンマリコ勝手に写真、マリコ写真私載ってるんですか、はい、あ、ごめん、どっか行った、まあ、別にいいですけど何もないですけど、まだあの一応もうアップはしてるけどあんまりみんなに URL 言ってないから、そうやね、まだできてない、まだない、内緒のあれ、マリリンマリコなんか別に何もしてないなプロフィールも何もないよ、ないの、マリリンマリコっていう、マリコっていうだけこっから、これこっから下は書いてくださいみたいな、そう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 、うん、何するかまだ分からへん、そうやね、分からへん一応なんか並べとこうかな、なんせ、うん、並べといたら、あ、やるかってやる、大体がトークショーみたいな感じ、ちょ、今日はもう5曲やって5曲やって終わる、ね、うん、的使えてるから、何が使えてる、あの、あれ、うん、くしゃみ、うん、なんか蓋がパチンって言うね、死神さんもあと5曲ぐらいしかなかった、いや、死神さんなんで腕出してるん出しますよ、この寒い寒いこれ寒いのに私なんかこのケーツいないんだよちょっとちょっとお茶飲んでいいかしら、いいよ、外ね、雪降ってます、ほら、ほら来た、ほら来た、ほんまほらほら、ほら来た、ほら来た、ふゆきさん、英語の先生なんですよ、そう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 、あ、そうなんですか、うん、英語の先生、ガースクールのちょっと鍛えてくれませんそうそうそう、鍛えてもらえるか、月に1回、そうそう、あ、マジですか、マジですか、ちょっと活用させていただきました、昨日ちょうど、女の人がいい場合はマリリンマリコ、男の人がいい場合は高重和彦が、あすごいすごいすごい、ちょっと どっちもがいい、ね、なんかテレコにしてほしい、そうやね、テレコにしてほしい、各種へ各種っていうか各種へ、男先生、女先生、全部行く、そういうわけであの月2回決まったから、おお、王さん、王さん、マリコすごいんよ、だってね、あのあれ、トーイック800何歩取るんやで、おお、何何歩っぽいのにね、うん外ねーって外ねーって800何歩やで、リョータおらんのにすごいですね、この結束力、そう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 、リョータの高校の同級生、あ、そうなんですか、そうそうそう、3人はね、この時から知ってる、あ、そうなんだ、すごいね、おばちゃんやね、りょうたくんのおばちゃんやね、あ、そうです、彼らがそうなのえ、じゃあ彼いて2人いるの、はい、これ一緒の年にこれだけいるってこと、そうそう、そうで、ブライアンのメンバーもあのベースのハルキがそうやし、もともとブライアンが入ってた、あ、そうなんや、すごい年、コンテスト出た時はブライアンのギターを弾いて、あ、そうなんや、うん、圧倒的に一人曲がってね、そんなですか、すごい、全然一生懸命じゃあね、うん、めっちゃいいよ一番プロっぽかった、そうそう、あのね、あのだから初めて見たのが幕張メッセやんな、あ、幕張メッセのビッグサイト、あ、ビッグサイト、そうそう、ビッグサイトの8000人ぐらい入ってる野外ステージで、なんていうの、もう動きがさ、すごい動くねん、なんやあれ、ここが、そう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 、ヨシトが、ヨシトが、ヨシトが、ヨシトあの、セイコライオットのやつまだ残ってるから、見て見て、いやなんていうの、足がへぇすごい、ツイスト、すごいね、え、すごいね、今でも立ってやったらそんなに動くんですか、そうそうですよ、めっちゃ動くね、すごい、運動神経良さそうなギター、うん、そう、だからサッカーやってたよな、サッカーやってたよな、サッカー絶対うまいと思うわ、もうワンワン見ててわかるギターうまいんじゃないけどサッカーうまいそう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 、そういやギターうまいんやで、ね、だってこんなのやりながら弾くんやで、ね、高校2年生で、うんうん、そら葵くんに合わせるんやからうまいわそうそうそう、要するに葵くんもでもね、ゆうたって高校葵のな、葵なのはいはい、葵の最初のステージあの、金の延べ棒選手権へえ、そうなんや
真の伸び棒選手権、ここあれ 1年だ。高1やろ、高1の時に、高1の時に、で、コードって来て、で、来月やります言うて、まだ何もやってなかった時ね、ギターも弾いてなかった。へぇー、来月やりますって言って宣言して、ほんで、さあって当日来たんやけど、何にもやってへんって。ほんで、でも一応お金払って参加してるから、ステージに出て3人ね、その時の仲間3人で、何にもやってません、すみませんでした土下座して終わった。それが第一回のステージ。ショーマと、ショーマと3人で。ほんで、その次の時に、あの、まあ、その山本っていうのと葵と2人でヒゲクーピーっていうのを作って、ほんで、一曲やったの、初めて作りました。それがもう衝撃やったね。そのほんまにすごい、何あれみたいな、ボンボンボン、全員ぶっ飛んだね。へぇ、ぬるいコーラを飲みながら、あー懐かしい。2人ともめちゃくちゃ歌下手やでもギターも下手やけど、もうむちゃくちゃ下手やねんけど、なんか感動すんの。もうレッスンしたいっていう話もあったんやな。もうあかん、そのレッスンは絶対断る、2回だけ来たんです。断る、断る、それ以上馬なる、馬なる。もうお前らも完成してるから、あ断ってんだ。断られる人もおる。そうそうそう、内容と葵と断られてもうすごくてね、本当に。へ、もうすごくて、ほんまもなんかジーンと来てね。あの頃の曲もいいのいっぱいあるよね、今やってるのと。青春そうね。うん、ほんでその日が終わったから、もうああと思って、まあ葵一人でもうええわって思ってたら、またこんなやつがさ、くびれて出てきてね。くびれるよね、くびれる、くびれるやん。すごいやろ、すごいっすね、夕日が丘高校。夕日が丘高校、うん、すごいな。あ、ほんでやろうか。そうだね、やるんやろ、曲言ってたけど、やるつもり。まあ一応やるつもりで、うん、ほんまに。あの、今ね、すごい凝ってることがあって、数年前から実験的な音楽を作ろうと思ってずっとやってるんだよね。2009年か、シャンパラタイトル作ったんだ。そうですね、9年。そう、2009年作った時も夢のお告げで、あの、これからは体操やからって言って、あの、なんか腰身のつけた裸のおじさん、黒い裸のおじさんが二人出てきて、私に何かを授けていったんよ、夢の中で。で、そっからたーっと曲が、あのシャンバラ体操でエレクトリックの分20曲ぐらい、あの、びっくりしたよ、ほんまにね。ちょっと打ち合わせ行って2時間かな、3時間ほどか出てる間に昼寝しとんねん。ほんで昼寝してる間にお告げを聞いとんねん、グロンボのおっちゃんにね、あの、体操やこれからは。で、そのおっちゃんは自分のことをドーンドクやって言って、あっちゃんドーンドクちゃんは何やったっけ、シリウス星人そうそうそうシリウス星人って言うてね、そのグロンボのおっちゃんがなんでやねんってね。で、それで帰ってきたら曲ができとった。さっきの乗せ乗せちゃうわ、骨、骨ができとって、バーンバーンバーンってできとって、ドンドン、これ何すんのかなと思ったら、これから体操やって言うと、まあ、まあ、1週間やな、そっから1週間で全部作れって全部、もう肩もおかしいで、ほんまにほんまに。どうぞでそれができて、で CD、まあ、作ったやんか。でいろんな人に、まあ、聞かせんねんけど、東京行った時にポロさんの昔、あの、ミックスしてもらってた、あの、エンジニア あのベテランの人がおる。古いだから、古くからずっとやってる、もうベテランのエンジニアなの。でその人に渡しとったんやけど、後から電話かかってきてね。で、あの、何のこっちゃと思ったら、揺らいでるねー、揺らいでるねって言って電話かかってきた。すごいねって、あんま褒めへんねん。まあそりゃそうやね、プロやからさ、音のことやね。すごいねこれーって、これちょっと
揺らいでるよだけどもうすごい顔見せてこうもうこのジリボンもう大ヒットって言ってもうそう彼の中でよ彼の中で大ヒットって言ってすごい顔見せて何のことかなと思ったらあの F 分の1揺らぎっていうねあの揺らぎの効果がその CD の中にすごいあるらしくってでその解析にかけてみたらほとんどの曲がそのもう 80% 以上の揺らぎを持ってることが分かって私別に計算して作ったわけじゃないしあの何にもそんなことを知らんとあの自分の気持ちいいように作っていったらそうなってた半分以上が90超えてたよ超えてたね、まあ、96とかね、うん、もうあった、うん、半分以上90であと残りが80後半ぐらいかな、うんうん、でその結果にすごい驚いて、うん、びっくりする結果やってでもその別にわざわざね計算して作ったわけじゃないし計算しても多分無理やん、ね、だから自分の気持ちいいあのコーラスにしたってそのハモったところで気持ちいい分厚さになる点があるんだよねコーラスになるときにでそれをこうやっていくとすごい分厚くなるからあの、まあ、たまたま五郎さんと私の声ってすごい波形が似ててでコーラスで合わせたときにすっごい倍音って言うんだけど倍音がいっぱい出るような感じやからあの一人で歌ってるよりは五郎さんの声低い声を重ねた方が効果的っていうのが自分の中では分かっててでも高い声出したがるからもう高い声出してだって気持ちいい近いな高いの使ってますねあかんか低い声抑えろ抑えろってカッカッカ言ったらそれだけでテンションになるそうそうそうなのでちょっとあのナチュラルハイの状態を作れるのであの割と大きな声で声出してI'm not afraid to die.
ゃあ次はちょっとのんびりしたスンスンを。あ、のんびりの方から。のんびりの方から。あ、知ってる。ああ、高重さん書いたのこれ。今言ってた。拾ってんな、砂漠でな。砂漠で。そう、これをですか。これはあの代わりの子やねんけど、砂漠で拾って、でまた多分子供か誰かが持って行ったんやと思うんだけど、砂漠で拾ったの。で、それと全く同じやつを誕生日に送ってきてくれて、砂漠で拾ってずっと大切にしたってあの人こうやってやりながらね、あのあれに乗せてベビーカーに乗せて、でも行方不明になったからしょげててんな。そしたら新しいの買ってって言うの楽しいかお聞いてるみたいな。どうも聞いてる。お前お前や。聞いてる聞いてる。効果。効果何？Oh.
この安らぎさえも知らず、だけどこうして出会えたんだ。愛し合うために、だけどこうして出会えたんだ。愛し合うために。それは一気中という
けといて寂しくなって愛が足りないとか愛を注いでとか本当にわがままでごめん。宇宙の果てまで届くような声で君に伝えたい。宇宙の果てまで届くような声で君に伝えたい。新しく生まれた